名田屋も近頃だいぶ左前だったじゃないか。今の隠居さんの代にだいぶ減らしたらしいんですね。派手な人だったらしいね。かわいそうなのは今の主人ですよ。養子だし、それに傾きかけたところへ来たんですからね。お待ちどうさま。ソース一本ちょうだいな。へい。岡田さんとこ行ってくから頼むよ。あ、いいよ。行ってくるから頼むよ。行ってらっしゃい。ご隠居さん相変わらず好きらしいね。朝から幾度もやって出てくるんですよ。ご隠居さんは本当の江戸っ子だからな。でも困るんですよ、ちっともうちの経済なんて考えてくれなくて。そりとすまきごろげん。どうしたの？親父よ。今の自転車の？じゃあ後でバスの停車のとこで待ってるわ。バイバイ。ちょっとお店頼むよ。はい。ただいま。おかえりなさい。私が寝とったらあんた八百屋さんまで行ってきてちょうだい。姉さんは？姉さんは？は？大きいお嬢さんはさっき奥へいらっしゃったんですよ。店のお金そんなことしちゃ困るじゃないの。いるんだったら姉さんにおっしゃい。姉さんに言ったってくれないじゃないの、何のかんのってって。だってやたらに無駄遣いできるほど今お家は楽じゃないのよ。いいわよ、いらないわ。その代わり明日お姉さんの言うことも聞いてあげないから。明日って？お姉さんのお見合いじゃないの、一緒に行ってあげないから。君ちゃんったら人が悪いのね。いつも姉さんの負けね。お前の気持ちはよくわかるんだよ。相模屋との話が決まればそれは金の都合だってつけてくれるだろうし、苦しくなっている今のうちにしてみれば助かるさ。だけどそれだけにお父さん余計反対したいんだよ。それにお前が貴美子やあれの母親のことを考えていることだってわかるよ。私そんなつもりじゃ。いやいや、わかるよ。だけどお父さんそんなことで生涯心苦しい思いをしたくないんだ。よいしょ。
また愚痴だけど、お父さんのことだって考えてみりゃわかるだろ。死んだお前のお母さんとの間が不幸だったことだって、お前の場合のような結婚だったからだと思っているよ。お前の生涯の幸不幸が決まるんだから、ちっとも他のことなど考える必要はないんだよ。え？ええ。お父さんまたちょっと出かけるけど。あ、着替えてらっしゃるんでしょ。あ、いいよいいよ。君子は近頃毎晩遅いようだけど。今日はお友達と写真ですって。あれはどうも浮ついた性質だから、お前も気をつけていてくれ。大丈夫よ、君ちゃん私なんかより利口なんだから。いや、あれの新しがりにも心配だよ。おじいさんも相変わらずなんだね。またどっかで召し上がってるんでしょ。とにかくここのおかみは嬉しいよ。いやー、ねえ、傑作ですよ。よしてもらいたいね。いや、もう少しわしが若かったらな。私だってただ浮かないよ。よいよ。姉さんお女子。いや、どうです一杯。あ、どう恐れる。どう。あ、時に旦那ご覧に入れたものがございます。あら、もう帰り。いいじゃありませんか。これはどうです。目下宣伝中ですから、特にお安くお譲りします。いかがですか。聞くのかね。ええ、効力は絶対確実ですな。今入ってったの、これかい。ただやの主人なんだってね。奥さんが亡くなられる前からずっとお世話してるんですって。もう奥さんみたいなもんですわ。それにお子さんもあるんだし。ほう。お客さんから聞いたんで買っといたんですけど、この薬胃腸にとてもよく効くんですって。ああ、そう。どうもありがとう。国枝さんの見合い明日なんでしょ。うん、自分から進んでるように言うんだけど。でも国枝さんのことだから、私や君子のことなんか考えていらっしゃるんじゃないかしら。そうじゃないとは言うんだが、お前は早く家へ入れろとは言ってるんだし、それに今度の場合は店のことなども考えていることがよくわかるんだよ。でもそれじゃあんまり。もう君子にも本当のことを話した方がいいと思うんだけど。どうもわがままな子で、国枝なんかにもいつも気の毒をさしているんだし。そんななんですもの、国枝さんをよそいなどやっちゃいけませんわ。三十銭なあり、五十銭なあり、六十銭なあり、年五十銭なあり、四十銭なあり、一円十銭なあり、八十銭なあり、年四十銭なあり、一円二十銭なあり、一円なり、三円六十銭なあり、一円三十銭なり、一円六十銭なり、九十銭なり、八十銭なり、一円五十銭なり、一円三十銭なり、二円四十銭なり、五十銭なり、九十銭では、十八円六十銭。ダメね、五度やって五度とも違ってるじゃないの。十八円八十銭。もういいわ、私がやるから。さあ行ってお休み。おやすみなさい。お父さんが心配してるわ。たまには早く帰らなくちゃダメよ。もうみんな帰ってるの？
んな。ただいま。お帰りなさい。国へ、すまないが自動車に乗ってきたんだけど。いくら？50銭？実は自動車の中に待ってるんだよ。嫌なおじいさんね。困っちゃうじゃないの。すまん。ちょっと古い友達に会っちゃってね。何この次一緒でいいって言うんだけども、面倒だと思ってね。どっちだって同じじゃないの。困るわ。すまんすまん。お父さんには内緒だよ。おじいさん、今お帰りですか。いや、お帰り。お帰りなさい。おじいさん、また馬を引っ張ってきたんだね。嫌なおじいさん。あ、あれは暇な時にちょっと会いたいって言ってたよ。あら、そう。ありがとうございました。お釣りはいらないよ。あ、そうです、どうもありがとう。あ、もらっとこうか。どこ行くんだね。始まったんじゃないの。見たいわ。もう少し後になさい。皆さんがまだいらっしゃるじゃありませんか。この次のはいいんですよ。国枝さんは帰ってお芝居の方がよろしいんでしょ。お姉さんの趣味ったらみんな時代遅れなのよ。踊りなどお上手なんでしょ。これは踊りもやりましたが、長唄の方がなたりでして。まあ、そうですか。デビューなどにはだいぶ縁が遠いですね。でもデビューなども好きなんですの。あら、お姉さん、うまいこと言ってるわ。いつも誘ったって嫌いだって来ないくせに。姉さんはおとなしいんだからね。前みたいにガラガラしたのと一緒に来るのは嫌いなんだよ。国枝さんは本当に落ち着いていらっしゃいますね。なかなかしっかり者なんですよ。店などもこれがいるんで大助かりなんですよ。そうでしょうとも。佐藤さんは慶大を出たんでしょ。ええ。ラグビーの藤田知ってらっしゃる。学校時代あれとは仲が良かった。あら、素敵だわ。今度紹介してくださらない。何です、君子。スポーツの中では何が一番好きなんです。私何にも分からないんですの。ラグビーなど時々妹に連れてってもらって説明してもらうんですけど、こないだ私とても恥ずかしかったわ。お姉さんったら。いた。どうして君子なんか連れてきたんだ。お姉さんがどうしても一緒に行ってくれって頼むからよ。だって私一人じゃ照れちゃうんですもん。まるで片っ端からぶち壊してるようなもんだよ。まあひどいわ。お前だってもうすぐお嫁さんじゃないか。あんなこっちゃもらい手がないぞ。よしてよ。私見合い結婚なんかしやしないわ。どうだね。今すぐ返事ってのも無理だろうけど、お前の気持ちは。あんまり内容のありそうな男じゃないわね。お前は余計なこと言うんじゃないよ。先方のご意見もあるんでしょうし、私おじさんにお任せしますわ。ああそうか。ああよしよし。姉さんはあんな簡単なことで結婚しちゃうつもり。また古いって言うんでしょ。姉さんはしっかりしてるんだからね。お前みたいな女の恋だとか愛だとかっていうのとは違うんだよ。まあバカにしてるわ。
だっておじさんいつも俺は恋愛結婚だって自慢してたじゃないの。俺のは少し違うよ。いや、おじさん赤くなってら。バカ、音のからかわやつながるか。じゃあここで私は別れるよ。明日にでもまたうち行くから。どうも、うん、お父さんによろしく。さよなら。さよなら。ねえ、うちのお父さんと死んだお母さんとはどうせ見合いかなんかで結婚したんでしょ。どうして。だってお父さんとお母さんきっとうまくいかなかったのよ。だからお見かけなんかこしらえたんだと思うわ。私はそんなことよりお母さんの方に良くないことがあったんだと思ってるの。姉さんは女は男にどこまでも服従しなければいけないと思ってるんでしょ。私嫌だわ。怖いのね。キミちゃんにかかったら何でも古い考えなのよって片付けられちまうんだから。そうよ。だから私お母さんやお父さんみたいな人には同情できないのよ。お目かけなんてのは軽蔑しちゃうわ。ねえ、キミちゃん、お父さんのお洋さんね、とてもいい人なのよ。でね、私がよそいでも行ってしまうとお父さんやおじいさん何かと不自由でしょ。だからうちへ来てもらおうと思うんだけど。うちへって。私たちのお母さんとしてね。お母さんと呼ぶの。いや、私にはできそうもないな。今は手放すのはもったいないじゃありませんか。こんなに繁盛してる店を。でも少しこの商売に飽きちゃったもんで。それに少しまとまったお金のいることもあって。今なら相当な権利で譲れますよ。旦那、松田さんからご注文が来たんですけど。吉野はいないのか。泉さんからまだ帰らないんです。ケンさん、近頃少し酒が落ちたようだけど。いや、そんなことはないでしょう。わしの口のせいかな。お父さんも近頃焦ってるようなんですけど、やることがみんな思わしくなくて。うちへなどお見えになっても何か考えていらっしゃるようなことが多いんですけど。ああいうご気性なんで口出しては何にもおっしゃらないし。そんなだけに余計お気の毒に思うんです。でもそんなお父さんを慰めていただけるのはあなたより他にないと思って。そんなこと。本当ですわ。それにおじいさんはもうあんなだし、商売の方のことだってお父さんの相談相手になっていただけるんだし、こんないいことはないと思ってます。もったいないお言葉ですわ。今度のご縁談のことにしたって、私のようなもののことなど思いになって。あら、そんなことありませんわ。わかりますわ。お父様からその話を伺って私一晩中泣きました。もったいなくて、どうして私にそんなことができましょう。
でも私本当にそんなつもりじゃないんです。うちのためだの人のためだのって考えるより私自身幸福になれるような結婚だと思ってなんです。先日はどうも。どちらへ。何漫然となんです。ちょうどいいところでお会いしたんでちょっとお話したいことがあるんですけど。あの連中と別れても構わないのよ。どうですか。こんにちは。いらっしゃい。いるかい。あ、いらっしゃい。こんにちは。先日はどうもご苦労でした。いや、じゃあ。すまないけどコップで一杯ご馳走してくれ。はい、上がっててください。あ、私が持っていくからいいよ。どうも近頃の若い者の気持ちはちっともわからんよ。どうしたんだね。こないだの見合いの報告なんだけどね、どうもおかしなことになっちゃって。おかしなって。相模屋のせがれ君子の方を欲しいと言ってるんだ。え、君子。あんなおてんばのどこが気に入ったんだかわしなどにはわからないが、とにかく何とかしてくれと言うんだがね。どうしたもんだろうね。おふくろは国枝を大変な褒め方なんだけどね、何しろ当人がそんなふうなんてね。本当から言えば国枝はうちに置いとくべきだし、あんないい娘なんだからあんたもそばへ置いときたいだろうし。どうだろう、君子の方の話にしてしまっては。しかしそれはやめた方がいいだろう。だがあそこへ娘をやっておくことが何かにつけてこのうちのためになるってことも考えなきゃならないと思うんだがね。君子が何て言うか知れないけど、国はどうせ相手が好きでのことじゃないんだからね。話はすぐ分かってくれると思うけど。いや、しかし国枝にもいろいろと考えのあってのことなのだし、女の細かな気持ちも考えてやらなきゃいけないと思う。おじいさん。ああ、国枝か。何を見てらしたの。近頃は値段が安くてなかなか見かけの立派なものがあるね。珍しいわ、おじいさんが家具屋を覗いてるなんて。骨董屋なら不思議はないんだけど。何、お前の縁談などあるもんでね、つい。まあ、何か買ってくださるつもり。ところが、何しろお前からお小遣いなどせびってるわしなんでな。おじいさん、どこいらしたの。いや、少しぶらついた帰りなんだよ。お前は。私ね、ちょっとお洋さんのとこ行ったの。でね、お洋さんのことでおじいさんにも相談したいことがあるんだけど。なんだね。どこか静かなとこないかしら。わしもね、お前に話しときたいことがあるんだよ。あら、なに。あそこへでも入ろうか。あら、ダメよ、あんなとこ。うん、そうか。じゃあ先方へは一応断ってもらうとして、当分娘たちの耳にはこの話を入れたくないと思うから、あんたもそのつもりで。ああ、いいですよ。じゃあいずれまた。
よろしく願います。さよなら。さよなら。ねえおじいさん、今の話どうなの？お前さえよけりゃおようを家へ入れることだって反対しやしないよ。じゃあおじいさんからもお父さんにそう言ってあげてよ。私お家がきっとうまくいくと思うの。ああいいとも。まあおじいさんの話って何？やっぱりお父さんのことなんだ。お父さんの何？近頃商売の方でだいぶ焦ってるようだけど。わかるわ。店の酒がね、少し悪くなったんだ。何十年って飲んだ酒だ。急にわしの口が変わったとも思えないし。どんなふうにお酒が変わったんですの？まさかうちで手を入れてるようなことはないと思うけど、わしから言うよりもお前からそれとなく注意してもらった方がいいと思ってな。人間落ち目の時には良くないことも考えるものさ。明日は明日の風が吹くって、お父さんも少しのんきにならなきゃいけないな。今帰りかい？おじさんうち行ったの？ああ。ねえおじさん、姉さんの話どうなったの？ああ、うん、ああ、わしがまだ忙しくてね、はっきり決めてないんだよ。あら、そう？じゃあ。あ、おじさんご商売お忙しいの？うん、おかげでね。じゃあ儲かるわね。うん、それほどでもないさ。だって繁盛なら儲かるんでしょ？それは儲からないことはないよ。じゃあ少しお小遣いちょうだいよ。え？うちじゃ近頃お小遣いもろくにもらえないのよ。そうも前にはかなわないよ。あら、ずるいわ、おじさん。ただいま。あ、おかえり。早かったね。出たついでに少し遊んででも来ればよかったのに。ええ。あのね、おじいさんとそこで会って話しながら帰ってきたんですけど、おようさんのこと、おじいさんも賛成してますわ。ありがとう。お父さんもよく考えといてみるよ。あの、お酒を。いらっしゃいまし。いいわ。三十歳の最後くださいな。あ、承知いたしました。お待たせいたしました。 ありがとう存じます。毎度ありがとう存じます。ただいま。おかえりなさい。おじさんにそこで会ったわ。
おじさん見えたんですの？ああ。キミコ、おじさん何か言ってたかい？いいえ、別に。おじさん、何ておっしゃってきたんですの？いや、今日は違う用件で来たんだよ。おじさん、少し忙しい仕事があって、まだ先方とゆっくり話してないんだそうだよ。そうですの。帰ってきたばかりですまないけども、お父さんまた一件用足しをしてきたいんだが。え、どうぞ。じゃあ頼むよ。え、ちょっと着替えてきますわ。姉さんのお話まだ決まらないんですってね。あら、どうして知ってんの？おじさんがそんなこと言ってたわ。そう？姉さんのいいとこがわからないんじゃないかな。タタンタタンタンタタンタランタランタンタンダランダランダンダランダランダランダンダラン。お父さんは？お父さんどっかいらしたらしいんですけど、何ですの？いや、別に。誰？私。なんだね。お父さん。お入り。
お父さん、本当のこと話してください。私心配なんです。心配することなんて何もありゃしないじゃないか。この間も言ったように、道楽につまらない研究を始めただけなんだよ。うまくいけば儲かるような飲料水ができるかもしれないんだよ。でもおじいさんの言ってることが。そんなバカなことありゃしないよ。おじいさんの口がどうかしたんだよ。でもつまらない心配はしない方がいいよ。さあ、もうお父さんもお店行くから。昨日はどうもありがとう。ええ、行くわ。じゃあ待っててね。キミちゃん。なに？こんなに降るのにまた出かけんの？だってお友達とお約束してあったんですもの。まだ先方からはっきりした返事がないんだけどね。何、ダメならダメで構えやしないじゃないか。お前ならいくらだってもらい手はあるんだし、あの男にはもったいないくらいだもんな。だって今度の話、私には一番いいように思うんだけど。あんな話なら一時に10でも20でも遺産は持ってくぜ。お前引き受けるか？焦ることはないよ。ねえおじさん、知ってます？お父さんとうとうおようさんの店を売るらしいんですの。うん、ちょっと聞いたわね。おようさんも気の毒ですわ。早く何とかしてあげなきゃ。そうだよ、しっかりしてるし、なかなか気性のいい女だからね。早くうち入れてやればいいんだよ。誰も反対しやしまい。お店の方、いい買い手ができそうなんですよ。俺は助かるけれども、しかしお前には気の毒だな。まあ他人行儀な。ちょっとお風呂行ってきます。あ、行ってらっしゃい。お前が家へ来るようになれば、結局譲らなければならない店なんだけど。私そんなつもりじゃないんです。小さな家でも借りて、私一人ぐらい何をしてでもやっていきますわ。俺としてはおじいさんや国枝などには何としても気兼ねだったんだが、みんな分かってくれているようだし、きっとうまくいくよ。とにかく明日は君子の誕生日なんだし、お前のことを話すにしても一番いいと思うんだ。ええ。じゃあ明日午後にでも来てくれないか。え、伺います。国枝が第一に喜ぶよ。国枝さんのことなんですけど、キミコをよそいやって国枝さんには家へ残ってもらうようにできないでしょうか。それでないと私にしたって。お前にはあんなに親しんでいるんだし、わしもそれを望んでいるんだが。国枝さんのお考えはよくわかりますわ。でもかえってそれが。いいよ、国枝にもよく話してみよう。
したんです。もうでいいんですよ。あ、どうもすみません、うっかりして。何？ねえ、キミちゃん、したいことがあるの。なに？さっきのこと？ええ、お姉さん心配？私、キミちゃんを疑ったりして言うんじゃないのよ。私、秘密なんかありゃしないわ。お姉さんのために黙ってたまでのことなのよ。どうして？何なの？お父さんやおじさんたちこそ嘘を言ってるのよ。どんなこと？言っていいかしら？どんなことでも言ってちょうだい。あの人はお姉さんより私が欲しいっておじさんからお父さんにそう言ってきたはずなのよ。でも私、お姉さんに悪いと思うことなんかしてなくってよ。偶然なことからお付き合いしてるんだし、お金に不自由ない人なんですもの。何かにつけて得だと思うからよ。私、キミちゃんのしてることをとやかく言うんじゃないの。キミちゃん何も知らないから無理ないけど、今に姉さんの気持ちも分かってもらえると思うわ。あら、何？いいのよ。どうしたんだね？何でもないんです。キミ子と何か喧嘩でもしたのかね？顔を当たってもらってくるよ。あ、そうですか。あ、今日は親が来ますから。あ、いいよ。あ、兄さんですか。また変なことができちゃいましてね。実は佐藤の話ですがね。うん。うん。キミ子が？ええ、だいぶ仲が良くなってるような話なんですがね。どうして？うん、どうも今の若い者のやることはスピードがあってわからないですよ。とにかく先方の親もそっちの様子を聞いてくれって言うんですが。キミ子に聞いてみよう。
にちは。いらっしゃいまし。あ、こっちおいで。2階でちょっと待っててくれないか。国へ、お葉が来たけどお茶でも入れてやってくれ。あ、そう？キミコ、ちょっと。何？ちょっとこっちへ。キミコ、お前お父さんや姉さんに内緒で佐藤のせがれと親しくしていたんだそうだね。どういうつもりだったんだい？言ってごらん。お前には姉さんがどんな優しい気持ちでお前やお前のお母さんのことを考えていたか知るまい。今日はお前に会わせる人が来なさい。さあ来なさい。お前を産んだお母さんだ。挨拶なさい。時期が来るまでと本当のことを打ち明けなかったんだが、何度かあってお前も知ってるだろう。挨拶しないのか。あまり突然ですもの。姉さんにも謝らなきゃならないだろう。お前やお母さんやうちのためばかりを考えていた姉さんの心をお前は踏みにじるようなことをしていたんじゃないか。お父さん、謝りなさい。嫌です。何？お父さん、君ちゃん、姉さんには謝ることなんてないのよ。だからお母さんにだけ挨拶なさい。嫌です。今になってそんなこと。何？お父さん、今日こそお前のわがままを叩き直してやる。お父さん、私が悪くたって構わない。私お母さんなんかいらない。お父さんだってうちだって何だっていらない。キミちゃん、ねえ、キミちゃん、どうしようっての？ねえ、キミちゃん、キミちゃんったら。警察の方が見えて、旦那にちょっと出てくれっておっしゃってますが。おいくさん、なんでしょう。お宅へ警察の方がだいぶ見えてますが。ちょっと調べたいことがあって。はあ。どうしたんでしょう。いや、なんでもないんだろう。ちょっと。ちょっと署まで来てくれたまえ。お父さん。心配することはないよ。
すぐ帰ってくるから。すみません。いいともいいとも、なるようになっただけのことだよ。さあ、行っといで。どうしたんです？何、看板が変えられるだけだよ。どうしたの？どうしたっていうの？何も悲しむことはないよ。これでいいんだよ。これからみんなうまくいくよ。とうとう名田屋もダメらしいですね。そうかね。名の知れたうちだったが。旦那、今度は何になると思います？そうだな。いくらかかけようか。用がす。かけましょう。そうだな、何になるだろうな。また酒屋かな？それとも八百屋。八百屋はすぐそばにあるし。なんだろうな。